こんにちは、ブルービートトステン店長の岡部です。今9月の27日、朝晩はだいぶ佐賀県も涼しくなっております。ただまあ日中は30度超えなんで上着はまだいらないかなぐらいの気温ですね。まあ、前回ノースフェイスの動画を出させてもらったんですけれども、まあ、やっぱノースフェイスはかなり好評のようで、動画の再生回数の伸びもいいんで、どうしてもノースフェイスをいろいろご紹介したくなっちゃうんですけど、ちょっと今回は久々にシェラデザインの商品入荷しましたので、そっちをご紹介していこうかなと思います。シェラデザインといったら、まあ、USA のアウトドアブランドとしてかなり歴史も古いですけれども、どっからかのタイミングで中国製とかのものに変わっていって、で一部まあアメリカで作られているものも現存健康モデルとしてあるんですけれども、今、64の定番のマウンテンパーカーでだいたい 4,5 万ぐらい、かなりお値段が昔に比べると上がってきてるんですよね。ちょっと高いなと思ってたところ、展示会で見つけたのがこのブルーレーベルって言われてるんですけど、見えますかね、このロゴの青いタイプのシェラデザインですね。これ何が普通のと違うかっていうと、日本製になりますね。で、一番の大きな違いは64クロスじゃなくなってます。65-35 のちょっと新しいファブリックが使われてますね。65-35の内容もポリエステル65のコットン35という組み合わせになってます。 USA メイドの方のやつは、綿60ナイロン40の組み合わせですね。64クロスは、横糸に綿が60で、縦糸にナイロン40っていう組み合わせになっているそうです。でその横糸の綿60部分に水が触れた時に、その横糸がコットン部分の糸が膨らんで目が詰まるらしいんですよね。でそこで初めて撥水性能が生まれるっていう仕組みらしいです。なので、64クロスに関して言うと完全防水ではないそうなんですけど、逆に言うとその乾燥してる時はしっかり通気してくれるっていう隙間が生まれるんで、その透湿性に優れてるっていうのがポイントみたいですね。でこちらの65-35の、素材のタイプですね、6535って言えばいいのかな、撥水とか防水性能はそこまでないジャケットにはなります。まあ、軽い雨とかは全然耐えれるとは思いますけれども、ただその分、ご自宅で手洗いで洗うことはできるみたいですね。一応洗濯表示には手洗い可能っていうふうには書いてあります。で今回入荷したのが3種類ですね。まず1つ目がビッグマウンテンパーカー。ビッグマウンテンパーカー、ちょっとゆったりめの、まあ、トレンド感あるサイズシルエットのマウンテンパーカーです。ともう1つがもうベーシックなコートですね。はい、あともう1つが、ウィメンズ、レギスですねのタイプで、かなりオーバーサイズのマウンテンパーカーになります。メンズルーミーパーカーっていう表記ですね。実際に着用してみますので比較していってみてください。どうぞ。
いかがでしたでしょうか。結構トレンド感のある商品が多いのかなと思います。まあ定番のこうベーシックなものが欲しい方はやっぱりアメリカ製のマウンテンパーカーがおすすめにはなってくるんですけれども、まあお値段も定番に比べるとちょっとお買い得ですし、この価格帯でシェラデザインの商品着れるならすごくいいんじゃないかなと思います。実際着用してみた感じ着心地もすごくいいので、まあ、特に若い方にもおすすめなジャケットですね。メーカー自体もちょっと若い方にシェラデザインを知ってほしいっていう趣旨でこう立ち上げたラインになるみたいなので、シェラデザインを知らない世代の方たちにこうやってこう古き良きブランドが広まっていけばいいなと思います。興味のある方は店頭で触ってみていただきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。